はい、押しました。その科学者は体重新しく体重を減らす薬を開発した。彼女は怒っていなかった。むしろ彼女は、ただ疲れているだけだった。彼女の仕事は、多くの人々を呼ぶことと、訪問することに含みます。電話することと、応募することを含みます。ああ、なるほどね。本当だ、電話とかね。はい。その地域には素晴らしいレストランがあります。しかし私はその名前を思い出すことができません。どうぞ。私の上司は私の提案を断った。地震は日本では一般的な現象です。その都市で安いなんかアコモデーションだから、家を見つけることは難しいです。これアコモデーション知らん？アコモデーション、家賃？住宅？うん、わかんない。知らない？アコモデーションと、うん、宿、宿泊施設。ああ、アコモデートでしょ。そう、うん、いや宿ね。はい、5回行きましょう。やだやだ、コメント、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 やだ、はい。アコモデーション、宿泊施設みたいな。はい、はい、次。つまり、あなたはもし売り上げを改善させなければ、解雇させられるでしょう。はい。彼は、彼らの両親の期待に、そう、応えようとした。はい。彼が、パスポートを忘れたと認識したのはちょうどさっきでした。ちょうどさっきでした。ちょっと違うな、ニュアンス。ちょうどその時でした。うん、ちょうどその時でしたじゃないの。はい、その時なの。あれ、その、いてはゾンリーゼン。ちょうどその時だった。彼が、パスポートを忘れて気づいたのは、ちょうどその時だった。ちょうどその時になって初めて。ああ、まあ。はい、OK。 はい、行きましょう。はい、2週目です。その会社は、幅広い様々な、ビジネス活動をしている。その事故は、彼らが、安全規則を無視したからで性能が起こった。彼女はついに、海外に移転されている彼女の契約が誤算について彼女の会社に、話した。アバウト一個が聞こえなかった。彼女はついに、うん、彼女 の、なんか海外へ移転するという彼女の計画について、その彼女の会社に話した。ムーバーブロードも移転するだけど、うん、なんかちょっと日本語不自然じゃない？でも引っ越すとかじゃない？うん、もうすぐ移住する、はい、移住する、うん、だからまあ会社辞めますとかかな、はい。彼女の仕事は恋愛小説を日本語に翻訳することです。その CEO は決して、彼の本当の辞める理由は、表さなかった。いや、そんなにたくさん考えすぎんな、ただあなたの本能に聞きなさい。その時計の機能は、時計の機能は時間を伝えることです。そのはないね、はい、あがついてるから、はい、もう一般同士ってわかるでしょ、これザじゃないよ、はい、あだよ。時計というもののとか、はい、だからそのニュアンス、あがついてるから時計というもの、はい、うん、はい。私は大学で、薬学を専攻した。私は大学のなんか年、時間は早く過ぎ去った。私は川越に住んでいます。本当ですか？私もです。そうじゃない。そうだね。はい、どうぞ。自分自身の会社に身をなんかを持つことは多くの便利な利点があります。ちょっとね、大学は、世界中から多くの人々を、受け入れます。違うな。世界中から生徒を受け入れます。今、世界中から人々を受け入れるって言った。生徒を受け入れます、うん。高いスキルを持った、作業員たちは、より高い給料を受け取ります。ウェイジ何て訳した？給料。
私たちは、決定をする前に中央美学これらの結果をもう一回なんか調査する吟味する必要があります。次の学期あなたはいくつの、授業を登録しますか。登録しますか。しましたか。しますか。どっちで。しますか。違う、しましたか。どっち。しましたか。うん、これ現在完了じゃない、はい、しましたかでしょ、多分この言い方だとね。はい。政府は、牢獄にそれこれらを入れることによってその犯罪者を罰しています。まあいいでしょう。その宝石屋さんは、昨夜、強盗に入られた。うん、私は、行動に移す彼の能力の数で、父親を尊敬しています。私は私の仕事が嫌いです。しかし、辞職は問題外です。彼の、妻は、彼が行くところどこにでも彼についてきます。はい、どうぞ。彼は、彼が1日に取ったカロリーの量を制限した。取った量を制限した。取る量を制限したっていう言い方だろうね、はいはいはい、これね。不安に気をつけた方がいいよ。取る量を制限した。彼らは、多くの農場を買ってあげることによって彼らの子供たちを甘やかした。うん、現金もしくはクレジットカードはどっちで払いますか。彼は素晴らしい、彼らみんなのリスペクトに対して素晴らしい選手です。ちょっと待って、ごめん、これさ、どっちで払いますかじゃなくてさ、うん、ちょっと訳違わない？どっちで払いますかとか聞いてないな、これ。現金もしくはクレジットカードでお払いしますか？じゃないかな、はい、答え見てみようか。あ、でもこれどっちで払いますか？おしゃれ現金ですか？クレジットカードですか？そうか。俺の読み間違いかな。ごめんね、ウィリビペインがちょっと。まあ、または払いますか。ああ、どちらで払いますか。もしかしたら現金ですか。ああ、ちょっと。もうちょっと俺の読み間違いじゃん。ごめんね。彼は、素晴らしい、すいません。みんなの、尊敬に値する素晴らしい選手です。はい。この、小説、うん、詩は、典型的に彼の最もいい作品と信頼されています。なんかね、このメッセージは、このマッサージはストレスと緊張を和らげることができます。おい、私は、私の職場に多くの優しい同僚がいます。彼は本当にデブです。一方彼の、兄はとても痩せています。彼は、その遠くの方に暗い雲を見ることができた。彼のマネージャーは、彼に、こんにちはと言わなかった。うん、それだとまだダメだな。微妙とそう思っちゃうでしょ。うん、たくさん？わかんないこれ。わかんない。彼に対して、うん、彼に対して、うん、おはよう、こんにちはというほど彼のこと好きじゃなかった。好きってどこに書いたの？なんかそういう感じかなと思って。違う、うん、ダメこれ、うん、じゃあこれ5回繰り返すけど、ノットソーマッチャーズだよ。わかんない。ノットソーマッチャーズ。わかんない。多分これハローとすら言わなかったじゃない。あ、はい、ほら、あ、サインイーブンと同じ。うん、はい、はい、5回、ノットソーマッチャーズでイーコーリーブ、ノットソーマッチャーズ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 イーコーリーブ。はい、ヒジルにソーマッチャーズだよ。うん、うん、すら言わなかった、はい、大丈夫、はい、何週目？これで最後かな。彼の父は、彼が彼女をディズニーランドに連れてくれると約束した。はい、私たちは、この問題を解決するための多くの時間が必要とします。彼らの名前は、その世界中に知り渡っている。この空港は、広げられる必要があります。はい。私は、普段はフィクションではなく電気を読みます。ん？フィクション？ああ、やべやべ。はい。
ゆきちゃん勉強用バイオグラミーね、勉強用ね、はい、何してるこれ、ここ記憶おかしいんじゃねえの、これ待ってここいやいや、もっと前だよ、6ぐらいだよ、 6? はい、これほとんどの年は、うん、その会社のことを再建された、はい、食事と運動は、同じぐらい重要です、はい、これらの靴が、ドレスに似合うと思いますか、はい、彼らの両親は、彼らのビデオゲームを取り上げた、うん、あなたが、あなたが忙しく、あなたがうるさくしない限りはいつでもそのジムを利用することができます、はい、よくできました。